新潟伊勢丹で開かれている日本美術院の春の院展。日本を代表する作家の作品や一般公募で選ばれた入選作品など、展示された130点の力作に今朝も多くの人が見入っていました。こちらは作家宮北千織さんが描いた合わせ鏡。自分の顔を肉眼で見ることができない不思議から本当の自分の姿を見つめようとする人物像を描きました。色が美しいですね、はい、ずっと寄って眼鏡外して見てますもん。初めてなんですよ、なんかこう心が開かれたみたいな感じで、やっぱたまにこういうとこ来てみるもんだなと思いましたね。春の院展は新潟伊勢丹で10日まで開かれています。